プリントアウトして作る飛び出す桜です。花の数を変えることで豪華になり、くす玉も作ることができます。ダウンロードした型紙をプリントアウトします。普通のコピー用紙でも構いませんが、薄口上質紙の方が破れにくいのでおすすめです。3枚ほど重ね、ホッチキスで留めます。大まかに切ってから線に沿ってきれいに切り取ります。糊と書いている花びらを1枚残してぴったりと折ります。残しておいた花びらが隣の花びらにぴったり重なるように折り目をつけてから元に戻しておきます。他の花も全部同じように折っておきます。花びらを糊付けしていきます。糊と書いた花びらに薄く糊をつけたら、隣の花びらにぴったり重なるように貼ります。同じように全部貼り合わせておきます。この花と花を組み合わせて飛び出す仕組みを作ります。貼り合わせる面積が小さいので、しっかり貼れるように木工用ボンドを使いましょう。ボンドは楊枝か綿棒の先につけて少量ずつ塗ります。目印をつける色鉛筆などを用意しておくといいです。まず一番小さい花4つのパターンを作ります。この4枚を使います。赤で印をつけたところだけボンドをつけるのがポイントです。ボンドがはみ出るほどつけると、花の内側がくっついて開かなくなることがあります。手前の方まで広くつけすぎると組み合わせた花が開かなくなります。楊枝や綿棒の先にボンドを少しだけつけて、できるだけ小さく薄く塗りましょう。一つ目の花にボンドをつけたら、中心になる青い印のところをぴったり合わせて二つ目の花を貼ります。花びら一枚分だけが重なり、先だけがボンドでくっついている状態です。3つ目の花も右側に同じように貼ります。4つ目の花は赤い印のところ3箇所にボンドをつけて、中心の青い印のところに合わせるように貼ります。1つ目と4つ目の花を持って引っ張ると4つの花が開きます。さらに花を3つ加えて7つにしましょう。4つの花を組み合わせたパーツに5、6、7の花を貼っていきます。赤いところにボンドをつけ、青い印に合わせて5つ目の花を貼ります。6つ目の花も同じようにして貼ります。7つ目の花の貼り方は4つ目の花と全く同じです。1つ目と7つ目の花を持って引っ張るとこんなに豪華になります。7枚貼り合わせると平面に飾ることもできます。ポップアップカードによく使われているのもこのタイプです。さらに3つ加えて花を10にします。7つ組み合わせたパーツに8、9、10の花を貼ります。貼り方は5、6、7を貼った時と全く同じです。花が3つ増えた分豪華になります。3つずつ13、16、19と増やしていくとどんどん豪華になります。19つなぐとぐるっと丸くしてくす玉を作ることもできます。片付けるときはまた畳んでしまうことができるのも魅力です。飾り方に合わせて花の数を変えて作ってみてください。